江戸は明日出ます。エウーゴとティターンズの戦いが終わった後、サイドワンのくたびれた頃にシャングリラに、これまた同じくらいくたびれたエウーゴの戦艦アーガマが入港した。シャングリラでジャンク屋をやってた俺、ジュドー・アーシタはアーガマからゼータガンダムを盗もうとしたんだ。生活費稼がなくちゃなんないからね。けどそれが今じゃいろいろあって、アーガマでパイロットをやることになっちゃった。一体何がどうしちゃったのか俺にだってわかんない。妹のリーナも戦いに巻き込まれて敵にさらわれちゃうし、敵の女の子のエルピープルに気に入られてチョコパフェをおごらされるしで、もう散々だ。おまけに敵のアクシズが地球に降下するとかで、味方のエウーゴもそれを追っかけることになった。俺も一緒に大気圏に突入しなくちゃいけないのはわかるけど、敵のところにいるリーナを助けるのも今がチャンスなんだ。ジュード、どうやってリーナを見つけるつもり？敵艦のどれかにリーナがいるはずだ。足止めして一つ一つ探すしかないな。ゼータガンダムが一番身軽だな。ルー、壊さずに返すから、それまではダブルゼータを使ってくれ。自分勝手すぎるわ。そう言うなって。ゼータガンダムに乗らなければあのグレミーにも追っかけられなくて済むかもしれないぜ。グレミーってあの敵のマザコンか？そう、戦場に来るたびにルーのこと口説いてんの。ちょっと作戦はどうするのよ。ジュドーはビーチャとガザシー隊の相手をするんでしょ？作戦なんて臨機応変にやるだけでしょ。俺はリーナを助けたいんだ。嫌な気配が漂ってる。リーナ待ってるよ。ジュドーは明日ゼータガンダム行きます。じゃあそろそろ行くとしますか。リーチャーオレグ客式出るぞ。なんとジュド、そこは敵フィールドだよ。ある程度敵を落とせば制圧できるわ。あのジュド、守備隊長が降下してきたわ。そいつを倒せばそのフィールドを制圧できるわ。このなんと敵フィールドを制圧するのは戦術の基本よ。覚えておけ、ジュド。リーナがグワダにいる。助けに行かないと。ジュドはリーチャと敵ガザシー隊の攻撃作戦に従うんだ。だから一か八かだ。それじゃリーナから離れるばっかりじゃないか。ジュド、先に行ってるぜ。リーナが待ってるんだ。早く片付けさせてもらうよ。よくやった、ジュド。グワダン、大気圏に突入しました。くそ、これ以上リーナを乗せたグワダンが離れてく。なんと、アーガマ、最大戦速、隕石地帯を突破し突入エリアへ向かう。敵未確認機アーガマに接近。聞こえるか、エルピープル。お前の敵はガンダムだ。ガンマ、ジュドーは敵、なろう、憎むべき相手。ガンマ、キュベ、エルピープルか。まだパイロットをやってるのか。なんと私の敵、なんとなろう、こうなったら一か八かだ。
みんな柔道って俺だっていいとこ見せてやるよ。ビーちゃん、自分勝手すると死んじゃうんだよ。あの、ちょっと怖いんだよ。うわっ、くそ、これぐらい俺一人で。あの、ビーちゃん、大丈夫なの？うわっ、こっちにも敵が。なの？ち、余計なことを。ありがとうよ、ユド。ちょっとジュド、いいんじゃない？だから一か八かだ。まだやろうってんなら相手になるよ。なんと助かった。サンキュー、ジュド。ジュド、あんまり調子に乗るなよ。あの左、アーガマのモビルスーツか。こいつ、このやはりルルカさんが乗ってんじゃないのかな。あんたは危険なんだ。悪いけどとどめを刺す。グレミーさん、私は青春を捨てると言いながら、まだ私はどんな二枚目で。ジュド、そこは敵の重要拠点だ。周りのフィールドを制圧して孤立させるんだ。だから一か八かだ。アーガマ診療場に敵モビルスーツ多数。ガンダムチーム、迎撃してくれ。なんとちょっとジュド、いいんじゃない。なんと敵艦隊発見。なんと、あれだけの数を敵に回すと厄介だぞ。なんとか逃げ切れないか。なんとバッカにいい格好させるかよ。ガンダムチーム、進路上の敵を撃破。移動を再開する。次はドイツだ。なるほど。
圏突入エリアに接近。各位、体験途中に備えろ。なんと、進路にモビルスーツ隊を展開。アガモンを逃がすな。なんと、なんと、エル、ビーチャ、残りはダブルゼータでなんとかなる。ジュドーの援護に回って。大丈夫なのか、ルー。じゃあ、アガモンはお願い、任せなさい。ビーチャ、行こう。よし、ダブルゼータのパワーの違い見せてあげるわ。さあ、どこからでもかかってらっしゃい。ルル、チョコパフェを食べたくないのか。こいつ、何をふざけたことを。何をしている、エルピープル。なんと、俺たちのことを忘れてもらっちゃ困るよ、グレミーさん。私は…ビーチャ、バーがそっちに行った。取り囲むよ。これだけの数が相手ではさすがに…なんと、悪いけど、こっちの勝ちだね。撃墜を確認。これならいけますね。このあの、こうなったら一か八かだ。無理か。なんで羽が焼け落ちた。ブル、羽を切り落とせ。このままじゃ二人とも助からない。無理だよ、そんな便利にできてないよ。怖いまま死にたいか。うう、嫌だよ。安定した。しかしリーナが